第36回2024年社会福祉士国家試験合格講座共通科目1人体の構造と機能及び疾病。皆さんこんにちは。本日講義を担当させていただく私磯部と申します。簡単に自己紹介をさせていただきます。私は磯部真紀子と申します。これまでの実績としまして、レック社会福祉士合格講座などを担当させていただいております。看護師免許を取得し、10年以上現場での経験があります。また看護学校での講義もしてまいりました。それらのことを踏まえ、本日講義の中で一つでも二つでも覚えていただけるように努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは講義に入る前にテキストの確認をさせていただきます。お手元にこの青い表紙のものはありますでしょうか。第36回2024年社会福祉士国家試験合格講座というタイトルのこちらの本をメインに使います。この本をですね、たくさん書き込んでいただいたり、線を引いていただいたりします。お手元に、ボールペンやマーカーなどをご準備ください。それではこのテキストの1ページ目から確認をしていきます。では皆さん、テキストですね、1ページ目をまずご覧ください。開いてください。こちらにですね、第1編、人体の構造と機能及び疾病。この下の表はですね、これまでの過去問の出題傾向と下に学習ポイントが書かれています。皆さんはなかなか日常時間が取れないと思いますので、ぜひこの下の出題傾向と合格のための学習ポイント、これを確認してから取り組むようにしてください。まずお伝えしたいのはですね、下の合格のための学習ポイント、こちらになります。少し近づけますね。皆さんご存知でしょうか？この本科目は、本試験で毎回7題出題され、少なくとも合格には3問正解することが必要です。皆さんは3問正解する、まずこれを最低条件としてクリアしていく必要があります。しかし闇雲に勉強してはいけません。まず毎回出題される項目から覚えていきましょう。こちらに記載があります。毎回出題される項目、健康の概念 ICF、障害の概要に力を入れて勉強してください。そして次に、出題頻度が高い項目、老化、疾病の概要、リハビリテーションを順番に勉強してください。なおと書かれたこの線が引いてあるところですね。ここは非常に重要なので読み上げていきます。この線のところに何が書いてあるかというと、力を入れて勉強しないでくださいというものが書いてあります。すべて大切なんじゃないのと思うかもしれませんが、先ほどお伝えしたように皆さんは3問正解するためにこと順番で勉強していきます。よって力を入れるところ、入れないところ、ここをしっかりと区別をしてください。ではこの線のところを読み上げていきます。精神疾患の診断統計マニュアルの項目は、出題頻度は高いが内容が非常に細かく、勉強しても正解することが困難なため、力を入れて勉強する必要はありませんと書いてあります。ですので余力があり、興味があり、しっかりしたいということはよろしいですが、まずはですね、よく毎回出題されるこちらの方に力を入れて勉強するようにしてください。それではですね、早速内容に入っていきます。第1章、人の成長発達。第1節、体の成長発達に入ります。では皆さんはですね、テキストの2ページを開いてください。2ページです。
ではこちらのところですね。まずテキストですね。皆さんにとってとてもプラスなことがたくさん書かれています。これから行う第一章、人の成長発達、そして第一節、体の成長発達の間にですね、過去の出題例ということで、こちらに第何回、そして問題のいくつかということが書かれています。皆さんはここのですね、35回、34回、33回、32回、これを見て、おそらくですね、よく出てるな、毎年出てるなと思ったと思います。この過去の出題例がたくさん書いてあるところというのは、力を入れて勉強する、こういうふうに思ってください。それではですね、まずこの胎生期というところ、この胎生期というのはですね、お腹の中にいる時からなんですが、非常にここはですね、過去問で問われているところがあります。それはどこかと言いますと、上から4行目、こちらです。通常と書いてある横のところ、まずこちらに線を引いていきます。通常、受精後8週目までには四肢や顔などの体の輪郭ができ、呼吸器、循環器、消化器、泌尿器など人としての基本的生理機能を担う器官が形成され始めますと書いてあります。ここでですね、皆さんに気をつけていただきたいのが、まず受精後8週目までには基本的生理機能を担う器官が形成され終わるんじゃありません、され始めるんです。ここ気をつけてくださいね。受精後8週目までに形成され始めるんです。ここは形成し終わるでも×ですよ。形成され始めます。過去にですね、24週になって形成され始めるという過去問もありました。で、気をつけていただきたいのが、この受精後8週目、もし2ヶ月頃にときたら、2ヶ月と8週、だいたい同じですからね、丸ですからね。8週だけで覚えてしまって、2ヶ月違うというふうに点数を失わないようにしてください。ちなみにですね、この受精後8週、皆さんあまりイメージがないと思いますが、この時期にやっと妊娠検査薬が反応するんです。妊娠検査薬が反応するんです。やっとですよ。ということは、なかなか自分が妊娠していると実感していない時から、お腹の中ではですね、もう胎児がどん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 体に必要なところを形成されていく。これがですね、非常に大切なところ、よく過去問として出るところになります。では、この胎生期、もう一つ大切なところがあります。下から2行目、黒字で書かれています。こちらに線を引いていきます。胎生10ヶ月の出生時点で、身長約50センチ、体重約3000グラムとなります。これはですね、後ほど出てきますが、1歳になったら、身長が何倍、体重が何倍という基本的な基礎の基準の値になりますので、この身長50センチ、体重約3000グラムというのは覚えてください。看護師国家試験では必ずと言っていいほど出ます。では、この3000グラムを引っ掛けで間違わないように、単位を変えてみると3キログラムですからね。なので、身長50センチ、3キログラムと出て違うというふうに間違わないようにしてください。では、胎生期はですね、この受精後8週目までに形成され始めていく。身長は生まれた時点で約50センチ、体重3000グラム、3キログラム。このような大切なポイントがありました。ではですね、引き続き、この乳幼児期に入ります。次は生まれました。お腹の中の時から生まれました。この時にですね、このスキャモンの成長曲線というものがあります。皆さんは見たことありますでしょうか ?3 ページにですね、図が載っています。私のおすすめは、こちらの文章は皆さん後ほど自分で読んでください。私としては次のページのこの図をもとにお話をさせていただきます。これですね。
では覚え方です。覚え方です。まず生まれた子が二十歳までにどういう経過をたどっていろんな器官が成長していくか、これを表したのが成長曲線4つのタイプ、スキャモン、まあ、スキャモンの曲線などと言ったりします。これも看護師国家試験対策でよく出ますということは非常に大切というところですね。ではまず覚え方いきます。一番最初に覚えていただきたいのがこのリンパ系型です。なぜこれを覚えていただくかというとですね、一番高く一番覚えやすいからなんです。まず一番高く盛り上がっているのはリンパ系と思ってください。そしてですね、この一番背の高いところさーっと線を引くと、大体ですよ、大体10歳なんですよ。この10歳の頃にリンパ系がぐわーっと伸びていくとですね、実はこの10歳頃というのは白血病です。これは覚えなくていいですよ。白血球などの病気のリンパ系のですね、血液の病気、白血病などになりやすいんです。ぐわーっと増えていき、正常な細胞と悪い細胞というふうにこう分岐をしてしまい、この10歳頃というのはこう血液の病気、まあリンパもね、血液ですからね、リンパ系のこの病気になるっていうことも頭の片隅に入れていけば、どれかなと迷いにくいと思います。では2つ目。神経系型を覚えてください。てん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 と書かれているこの神経型なんですけど、覚え方としてですよ。この約 80% のレベル、80% のレベルが合わさるところ、まあ、ちょうどちょっとこのあたりとしますね。4歳より手前の3歳なんですね。この神経系型が3歳頃に8割到達してしまうっていうことを巷のお母さんが聞いてですね。皆さん知ってますでしょうか？知育のおもちゃ。めちゃめちゃ売れてるんですよ。3歳までの我が子を頭良くしたいと思う母さん方がですね。まあ、知育にいっぱい力を入れるわけです。それはなぜかというと、一番リンパよりもですよ、一番最初にビヨーンと3歳までに伸びていってしまう。これが神経系になります。では3つ目です。1つ飛ばしてください。生殖系を覚えてください。これはですね、皆さんご自分の体のことを思い出すと簡単に、まあ覚える必要もないですね、これは。一番下です。この D のところですね。だいたい先ほどリンパのところでお伝えしたこの10歳頃から急激に伸びていますよね。後ほどですね、第二次成長が出てきますが、皆さんのこの第二次成長、体がどんどん変わっていったり、こういったものを10歳頃の思春期頃に急激に成長したと思います。ですのでこの生殖器系が、一番下10歳以降に伸びるというものです。このリンパ系、神経系、生殖系、この3つをまず覚えていただければ、一番最後に残ったのがこの全身系ということになります。このですね、スキャモの発育曲線は言葉でも出ますし図でも出ます。非常に大切なので、しっかり押さえるようにしてください。では次です。乳幼児期の体の成長いきましょう。これは特徴としてですね、枠の中の一番下から2行目線引きます。乳幼児期は人間の成長発達の過程で最もです、最もです、最もです。身体的形態的成長が著しい時期と書いてあります。これはですね、下に書いてあるこちらのところを説明するとご理解いただけると思います。先ほど出生時に私50歳ですよ、身長50歳ですよとお伝えしました。体重はそうです、3000g でしたね。ではですね、この生まれた時に50センチあった身長が1年でですよ、なんと 1.5 倍になります。私身長最近伸びてません。測り方によっては縮んでます、悲しいですが。ということは1歳で75センチになるんですよ。すごくありませんか。次です。体重約3000g でした。それがですよ、3ヶ月で約2倍です。なんと1年後には
約3倍になります。3ヶ月でですよ、6000グラム、1年でなんと9000グラムになります。私が3倍になったら横綱になれます。それぐらい急激な成長というですね、ここの内容とともにこちらを抑えるようにしてください。これだとですね、記憶に残りませんが、この計算をしていただくと皆さん驚かれると思いますので、それをセットに覚えるようにしてください。ではですね、次4ページに行きます。次は4ページのところは入試になります。入試、こちらですね。入試のところはですね、出たり出なかったりあるんですけど、こうですね、2歳から3歳頃に入試が20本なんですね。これはちょっと覚え方だけお伝えしますね。2歳から3歳頃、失礼しました。2歳から3歳頃に入試が20本、省略しますね、入るんですね。2歳に入試が20本なんですよ。この222でですね、これしっかり覚えてください。ちなみにですね、下の前歯から生えます。こんな感じです、子供は。なので、下の前歯から生えて、2歳頃に乳歯が20本。222で頭の中に入れておいてください。それではですね、次、四角の中にあります。この大正門、小正門、なかなかね、見る機会、触れる機会ないと思いますが、覚えていただきたいのはですね、こちらの大正門の方です。大正門というのはですね、ここです。生後6ヶ月頃から徐々に縮小し、覚えていただきたいのが2歳頃までに閉鎖する。ここですね、2歳頃までに閉鎖する。ではなぜこれをですね、覚えていただきたいかというと、2歳以降も空いていたら、水頭症などの病気の可能性が高いからなんですね。なので大正門は2歳頃までに閉鎖する。よって3歳児検診の時には基本的には触れません。ブヨブヨとする感触がない。これがですね、正常になります。では次いきますね。原始反射についてです。こちらに原始反射について覚えていただきたいことが書いてあります。原始反射はそのほとんどが生後5から6ヶ月のうちに消失し、その後随意運動しての行動が可能となります。この随時運動の例として寝返りがありますとありますが、皆さんに覚えていただきたいのが、生後5、6ヶ月のうちに消失します。ほとんどが消失するということです。下に書いてあるですね、こちらの表に3、4ヶ月で消失、3、4ヶ月で消失、その下の把握反射も4から6ヶ月で消失、エモロー反射生後3ヶ月というように、失礼しました、生後3ヶ月というように 5、6ヶ月ですね、だいたい消失します。で、私のおすすめとしまして、このモロー反射とかですね、バビンスキー反射、この緊張性ケア反射などは、ぜひ動画ですね、もう YouTube とかいろんなもので検索してください。これは言葉で覚えても絶対無理です。絶対無理です。動画で、あ、こういうものを原始反射といい、こういう風なね、ものが起きるんだ、ということを覚えていただく、知っていただく。これが一番手っ取り早い方法になります。です。原始反射については言葉をより先にね、動画なので、その状態ですね、動作を確認するようにしてください。それではですね、次にポンと飛びます。児童期になります。まあ、児童期は小学校ですね、就学の時期。これを児童期と言います。覚えていただきたいことはこちらです。先ほどスキャモの発育曲線でもお伝えをしましたが、第二次成長についてです。第二次成長はですね、一般に思春期、小学校、高学年から中学生の時期に出現し、身体的に性的な成熟に向かいます、とあります。なので、これは、スキャモンの発育曲線と同じというふうにメモっていただくと、あ、スキャモンの発育曲線どんなものだったかなということを確認することができます。ではですね、次6ページです。こちらの青年期以降というところはですね、こちらの枠組みのところ読んでおいていただければ大丈夫です。では次にですね、
精神の成長発達に入っていきます。第2節、精神の成長発達。ではテキストはですね、7ページを開いてください。このですね、この精神の成長発達というのはですね、とてもこう見ていただくと太い線もありませんしね、こうなかなかメリハリがないというところがあります。ですので、少しずつちょこっとですね、まあ、面白いと思っていただける話をしますので、それを聞いていてください。まず視覚ですね、見る、この視覚、目ですね、これはですね、生まれた時に 0.1 から、失礼しました、 0.01 から 0.1 ほどと書いてあります。でですね、これは線引いても引かなくても大丈夫ですよ。養育者がですね、新生児を抱いて顔を見ながらあやす時の距離に相当しますとあるんですが、まあ、お母さんがですね、おっぱいをあげるためにこう赤ちゃんを抱いているとします。そうしたらですね、こちらにお父さんですねがいらっしゃって、あ、子供が僕を見て微笑んだってよく言うんですけど、ごめんなさい、お父さん、それ勘違いなんですよ。だいたいこの距離、これぐらいの距離でして赤ちゃんは見えてませんので、こっちの距離なんてね、見えてないんですよ。なのでお父さんが、あ、僕の方を見て笑ったと言っても、皆さん突っ込まなくていいですからね。うん、お父さん喜んでるからいいかなっていうにスルーしてあげてくださいね。まあ、こうやってですね、子供というのはですね、赤ちゃんはですね、基本的には見えていない、まあ、そういうふうな視点をね、持っていただくのもいいかなっていうふうに思ってます。で、聴覚のところはですね、これを聞いていただけると面白いなと思うと思います。聴覚についてはですね、実はお腹の中ですね、にいる時からすでに聞こえているというふうに言われています。なのでよくお腹の赤ちゃんのためにモーツァルトとかね、チークですね、チークについて積極的な方もあながち間違っていないんではないかと個人的には思っています。では後ろの8ページですね、次行きましょう。この乳幼児期はですね、非常に大切です。この喃語、言葉についてはですね、ここからここまで下も保育んですけど、これはですね、過去問に出たりするので少し時間をとって見ていきたいと思います。ではですね、上から1、2、3、4、5行目。生後4ヶ月になるとですね、喃語が出るようになります。な、ば、う、あ。意味はなしません。喃語というものを発するようになります。次にですね、1歳。これはですね、初語と呼びます。初語。初めての言葉と書いて初語。これが見られるのが1歳前後です。そしてですね、次に発達していくのが、一文語。一つでですね、意味をなす言葉。こういったものですね。と上にですね、こう、パパ、ママ、マンマなどありますが、またまたお父さんに失礼で申し訳ないんですが、パパって出ることほぼないですね。マの方が言いやすいんです、発音的に。なので、マンマ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 、マっていうようなことを言ったりもします。こうやって言葉をですね、一つで意味をなす言葉。こういったものが一文語というふうに言います。ではそこからさらに二文語に行きます。ここはですね、1歳半頃からってあります。ですので、最初に喃語が4ヶ月で出ます。4ヶ月ですね、4マンスで喃語が出ます。そして1歳頃に1語文。失礼しました。一文語と言いました。一語文ですね。失礼しました。一語文が出ます。そして1歳半から2語文が出ます。なので、ここをですね、1歳半から、まあ、2歳ぐらい、1歳半から2歳と覚えていただくと、ここも2歳で2語文、1歳で1語文というふうに、これできるだけね、連携していただいた方が忘れにくいと思いますので、まあ、こういったふうに、一つずつ覚えるのではなく、喃語から1語文、2語文、4ヶ月から1歳、1歳半から約2歳っていうふうに覚えていただくと忘れにくくなると思います。それではですね、次のページです。認知のところに行きます。基本的にですね、失礼しました。認知のところに行きますね。基本的に認知は自己中と思っていてください。自己中心的です。皆さんはそうじゃなかったでしょうか。2、3歳頃から他者に配慮されてましたでしょうか。
私はごめんなさい、自己中でした。このですね、自己中のところからどん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 集団遊びができていくようになります。ではですね、段落2つ目、2から4歳まではここを読み上げますので線を引いてください。2から4歳頃までは象徴的な認知の段階であり、2歳を過ぎると象徴機能による表層活動が盛んになり、ごっこ遊びや集団遊びなどが見られるようになりますと書いてあります。2歳を過ぎると集団遊びなどが見られるようになると書いてあります。幼稚園ですね、幼稚園に基本的に入れるようになるというのは、3歳からなんですね。この集団遊びができるようになっているので幼稚園に入れるわけです。1歳で入れてもですね、集団遊びしません、しません。なので自己中心的だったものから少しずつ他者のことも考える集団遊びができるようになってくる。これがだいたい2から4歳とかね、このあたり、まあ、3歳ぐらいで、3歳前後ぐらいっていうふうに覚えていただけると、幼稚園通いだった方はそれもね、ご自分の体験もひっくるめて覚えることができると思います。ですね、私が言った自己中心的というのは持論ではなく、こちらにきちんと自己中心的思考というのが書かれています。なので幼児は基本的に自己中心的、そこからね、どんどん変わっていくっていうふうに覚えてください。それですね、学童期のところです。この学童期のところは保存の概念というところですね、このプラスアルファのところに書かれています。で、皆さんがよく関わるところというと、ここでですね、黒字で書いてあるこの学習障害とか、集中できず落ち着きのない、注意欠損多動性障害など、このね、学校生活の課題が発生していること、もしかしたらよく出会うかもしれません。この学習障害 LD、 このですね、漢字だけではなく、このアルファベットが書いてある時っていうのは、そのアルファベットだけでね、単体だけで意味が通じますので、ぜひこの言葉を覚える時には括弧のアルファベットの方もぜひ覚えるようにしてください。しかしですね、この学童期の方はこのね、幼児期に比べるとやっぱ頻度としては少なくなりますので、こちらのところはまず保存の概念とは何だろうというところですね、ご自分で分かるようによくこのテキストのところは読むようにしてください。それではですね、この思春期以降、失礼しました、青年期以降ですね、この青年期以降について、お話をさせていただきます。先ほどですね、スキャモの発育曲線のところでも、もう青年期になりますと、ほぼほぼね、マックスですね。もう 100% に近い状態になってきます。体はですね、かなり発達をしていきますが、上から1、2、3、4行目ですね。エリクソンという人がですね、青年期の心理的社会的危機をアイデンティティの確立対拡散としています、と書いてあります。詳しくはですね、ここを読んでいただきたいんですが、体は大人でもですよ、体は大人でも心の方がまだまだ自立ができていなかったり、自分とは何者なんだというふうなことでモヤモヤしている、葛藤している段階でもあります。まあ、こういったことを言葉で表すと、アイデンティティの確立対拡散というね、ふうに表現をしますので、この言葉のね、言い回しもですね、他のところで出てくるかもしれませんので、ぜひ見るようにしてください。それではですね、ここまで行ってきましたので、内容の確認ための丸×のテストを見ていきます。ではこちらのテスト、少し画面を止めていただいて、問題を解いてみてください。それではですね、答え合わせをしていきます。まずすべてにおいて丸×を伝えていきますので、メモってください。1番×、2番丸、3番×、4番×、5番丸です。では一つずつ確認をしていきましょう。受精を8週目を過ぎると、人としての基本的生理機能を担う器官の形成期に入るとありましたが、テキストはですね、2ページのところ見ていただけると、8週目までです。過ぎるんではなく、8週目まで
なので、こういったところで墨をついて問題としては出ますので、その文章はしっかり見るようにしてください。2番は丸ですね。原始反射、先ほど確認をしました。ではですね、3番。脳や感覚器などの神経系型は、生後から成人まで緩やかな S 字カーブを描いて成長する。緩やかなのはですね、3ページを見ていただくと、おそらく全身型のことを言っていると思います。脳や感覚器は神経系になりますので、こちらは×です。4番、初語ですね、初語。二分語を話すようになるのが3、4歳とありますが、1歳半から2歳ですね。なので、こちらは×となります。と、以上でですね、この人の成長発達、第一節の体の成長発達、精神の成長発達のパートは以上となります。お疲れ様でした。第36回2024年社会福祉士国家試験合格講座。共通科目1、心理学理論と心理的支援。はい、皆さん、こんにちは。この科目を担当させていただきます、広田と言います。よろしくお願いします。簡単に自己紹介的な感じで次のところ行きますね。参考にしていただければと思いますけれども、障害福祉課でですね、障害福祉やってきております。相談援助の経験でやってきました。で、今は学習研修の講師を担当させていただいております。社会福祉士、公認心理士の資格を持っております。どうぞよろしくお願いします。では、早速、まずは資料の確認です。はい、お手元にこのテキストお持ちでしょうか。はい、では、中身にね、入っていきたいと思うんですけれども。はい、皆さん、じゃあね、105ページなんですね。ちょっと105ページを開けていただいていいですか。第2編、心理学理論と心理学支援というところから入っていきますね。で、ここでですね、まず、出題傾向と学習ポイントっていうところを確認しますね。で、まずは、出題傾向を見ておかないとですね、いけないわけなんですが、はい。人の心理学的理解のこの中で、まず出てきているのが、欲求、動機づけと行動ですね。これは、ここ見ていただくとわかるんですけど、同一試験で複数問題が出てます。丸、20丸ね。で、1問で出題されてます。丸。選択肢の一部で出題されてます。というところで、これ見ていただいてね。そうすると、なんかかんか出てきてますよね、っていうことですね。で、この感覚認知も、ここら辺で出てないってことは、ここら辺で危ないかなっていうところもありますね。学習、記憶、知能。ここで出てて、ここで出てて、ここでっていうこともありますね。なるほど。で、人格、性格。これもね、一問で出題されてるっていうところがありますし、こういうところで選択肢の中で出てきているなっていうところも出てきてますね。そして、人の成長発達の心理。これは結構まんべんなく出てるんですよ。だからこの辺は抑え。ポイントになりますかね。そしてストレスのところ、今ストレス社会ですからね、やっぱりこれもまんべんなく出てるなっていう印象あります。これ35回で心理検査出てるんですよね。ここ心理検査難しいんですね。で、これが20丸で出てますから、出るとしてもっていうところもあるかな。で、私的にはここ空欄じゃないですか。で、空欄だからずっと出ないよっていうのはないんじゃないかと思うんですよね。社会福祉士なので、実際にお話聞く場面って逆に多いですから、狙い目かななんて思いますね。心理療法、これも関連しているところですので、出てきてるかなっていうところはありますね。はい、そしてここにも、はい、解説がされています。欲求、動機づけと行動、学習、記憶、知能、心理検査、心理療法の問題は出題程度が高いんじゃないかっていうことです。はい、合格のための学習ポイント。
本科目は本試験で毎回7題出題され、少なくとも合格には3問正解することが必要です。ですので、まあ、毎回出題されるこの項目に力を入れて勉強して、出題頻度が高いところも勉強して、そしてちょっと今まで出てないからどうかなっていうところも少し加えていけるといいのかなと思っております。ですね。で、まあ、社会福祉ですので、すごいこう心理学を奥深くまでやってしまうと、他のところに手が回らなくなってしまうというところがあるので、まあ、そこは基礎的なところからまずは抑えておいて、っていう感じになりますね。はい、では早速中身に入っていきたいと思います。はい、第1章、人の心理学的理解。第1節、欲求動機づけと行動ね、ここ結構出てきたところでしたね。じゃあテキストが106ページになりますので、ここじゃあ見てみましょうね。はい、まず動因と動機づけの関係と定義づけですね。この動因または動機って何ですかっていうところです。人間を行動に駆り立てる欲求、衝動、欲求、欲望、こういうところを含む概念ですね。動因は飢えや渇きなどの一時的な生理的欲求を指す。で、動機は優越、承認、神話など社会生活の中での経験や学習と関係しているっていうところですね。そして動機づけ、人間に行動を制起され、その活動を方向づけ、持続させて一連の力道的な心理過程を言います。まあ、この辺をちょっとこう定義づけで押さえておくといいかな、ね、と思いますね。で、外発的動機づけと内発的動機づけっていうところいきますけれども、まず外発的動機づけですね。外部からの報酬や罰による動機づけ、飴と鞭みたいな感じですかね。で、このプラスアルファってとこ出てるんですよね。で、ここにね、ここにこういうの出てるじゃないですか。35回問題8とか。で、ここね、ここに過去出題例っていうのはこう出てるところが抑えポイントみたいな感じになってきているので、まあ、そこ少し注目して見ておいていただいて、この問題が書いてあるとこ、あ、出たんだなってとこですね。で、これプラスアルファの、はい、知識ですね。これも見ておいていただければと思いますね。外部からの報酬に依存しない行動例、絵を描くことが楽しくて時間を忘れて取り組んだ。外部からの報酬に依存する行動例、観衆から拍手を受けることが楽しくて演奏活動を続けた、毎回続けた、まあ、こういうところで例で出される部分がありますねっていうことです。内発的動機づけとは、その活動自体が目的となっていて、外部からの報酬に依存しない行動を引き起こす動機づけのことを言います。知的好奇心、自分がこれをやってみたいということですよね。はい、この内発的動機づけですけれども、まあ、そうですね、人間はもともと怠け者なので、生理的欲求から行動するという動因提言説の考え方とはちょっと違いますよということです。この好奇心、探求心、内発的動機づけのように行動するということですね。だから今こちらの方を重視されているっていう傾向があるんですね。そこで出てくるのがマズローです、ね。まあ、皆さんマズローはね、よく聞くことがあると思いますよ、ね。マズロー、人間心理学、人間性心理学の代表選手です。はい、マズローね、第三勢力ですね、心理学のね。そしてこの自己実現理論において欲求の階層を仮定して欲求階層説提唱しました。これもね、出てきてんですよ、問題にね。で、これはですね、まあ、ここに説明されていますけれども、まず生理的欲求、それが満たされると安全欲求、さらにそれが満たされると所属の愛情の欲求が支配的になる。で、満たされると承認と自尊の欲求、そしてさらに自己実現の欲求をもたらしている、ね。まあ、満足させられると順次に高度の欲求が来るということなんですね。で、
これですね、この自己実現なんですけれども、これ5段階なんですが、自己実現の前までは欠乏欲求って言います。自己実現の欲求は成長欲求って言います、まあ、欠乏欲求っていうことですから足りてないわけです。外界から何とか取り入れようとする欲求。でも成長欲求はこう、なんていうんですかね、自分の可能性を限りなく生かしていくっていうところで、エネルギーを外に出していくっていう、そういう欲求ということになりますね。で、次のね、ページ、108ページを見ると、はい。マズローの欲求ピラミッドっていうのが出てますね。まあ、ここにもちょっと詳しく出ていますので、まあ、少しも見ておきたいなと思うんですけれども、はい、マズローの欲求ピラミッドから中身を少し見ていきたいですね。はい、自己実現です。あ、これ下からいきましょうね。生理的欲求からいきますね。これは、まあ、ここにも書かれていますけれども、とにかくこの、 生理的欲求なんですよね。生理的欲求が満たされていないと、それに支配されて他のことに取り組めなくなる。お腹が空いたってなったら、もうお腹が空いた、ご飯が食べたいっていうところに集中しちゃいますよね。もうこれがないと生きていけないじゃないですか。生きていくための基本的な欲求です、生理的欲求って、だから食欲だけじゃないですよ、呼吸欲とか排泄欲とか睡眠欲とか、そういう生きていくために生命を維持するために必要な欲求というのがここにまずは来ます。そしてそれが満たされると安全欲求っていうところで、これはね、身体面、精神面、経済面、それぞれの安定を求めるという欲求になりますね。それが安全欲求ですね、まあ、ここにもありますね。身の安全を求めようとするね、そこが脅かされるとっていうところも例に書かれていますね。そして次の段階、所属と愛情の欲求、集団の中でどこかに所属しておいたい、ね、温かく迎えてもらいたい、受け入れられたいという、そういう欲求になります、ね、そして愛されたいっていう、ね、欲求になりますね。ここにありますね。そして第4段階です。所属と愛情の欲求の次が承認と自尊の欲求ということになります。これね、承認と自尊って書いてあるんですよね。で、承認って言ったら、そうですね、他者からの、まあ、尊敬とか注目とか利益を得たいと思う欲求が、まあ、ここにありますよね。承認、で、自尊って何って、自尊の欲求って言ったら、まあ、自己尊重感とか自己信頼感とかですね、知識や技術を習得して自分自身への評価っていうのが中心になる。わざと承認と自尊っていうふうに分けてこれ言ってるっていうところもポイントになりますね。そしてさらに高次の欲求というのが成長欲求、自己実現になります。はい、セルフフィラメント、英語ではね、言うんですね。自らの個性を生かし、潜在的に持っている可能性を実現しようとする。もうね、他者との比較じゃないですね。あるべき自分自身ね、生きる意義を見出す、まあ、そういうね、ところになっていきますね。これが成長欲求ということになるんですね。はい、ここまで大丈夫ですか。では次に行きたいと思います。109ページです。はい、その他の動機の種類というところでは、達成動機って出てきますね。達成動機、はい、この達成動機が高いか低いかっていうことで、過大達成の原因帰属に差が出るワイナーによって明らかにされています。まあ、その高い基準とか目標を立てて到達しようっていう動機ですね。それ達成動機なんですけれども、高いか低いかっていうところで差が出てくるよっていうことなんですね。達成動機の高い人ですね、自分の成功、自分の能力や努力に、失敗の原因を努力不足にが原因だなっていうふうにしますね。低い人、成功の原因を運や容易な課題にして、失敗の原因を自分の能力不足に原因帰属させる。
また他人との友好的な関係を成立させ、それを維持したいというのが親和動機、ここにまとめられていますね。達成動機と親和動機ですね、ここに例が書かれています。なのでこれも確認しておいていただければと思いますね。でこれワイナーっていうのはアメリカの心理学者ですね、成功と失敗の原因帰属との達成動機の関係性というのを研究した方です。ちょっとメモ的な形で資料を出してまとめておきますね。はい、ワイナーの原因帰属理論ですね。ワイナーは達成課題における成功と失敗の原因を何に帰属させるのか、人はあるスタイルを持つと考えて二次元の原因帰属理論を提唱しました。原因帰属のスタイルは統制、内的創生、外的創生および安定性、安定不安定の組み合わせ、4つに分かれております。統制は学習における強化が基礎になっていて、内的統制、これは自分の能力や機能が関係する。外的統制、運や他者などの外部要因に関係しているという信念です。安定性のうち安定はほぼ変わらない要因、不安定はいろいろな要素が関係して変化する要因を示しています。この4つです。安定と不安定で、内部統制と外的統制というところで組み合わせがあるんですね。で例えば英語の試験で失敗しちゃった場合、1のスタイルだと内的統制安定ということになる。そうすると、あ、自分は頭が悪いから仕方ないねとで2のスタイル、本人の努力が原因だ、内部統制不安定、勉強しなかったからだなと考える。3のスタイル、外的統制安定、課題が困難でことから今回は難しい問題が出たからなと考える。そして4、運が原因だと考える、外部統制不安定、いや運が悪かったんだよねで終わりにしちゃう。まあそんな感じなのがワイナーの原因帰属理論ということになります。なのでこういう例で問題が出てくるっていうことがあるんじゃないかなということが予想されますので、実際の具体例というところと照らし合わせて覚えておかれるといいのではないかなと思いますね。はい、では次いきますね。2節です。感覚、知覚、認知、110ページ、110ページいきますよ。はい、じゃあここ出します。まず感覚ですね。感覚は物理的刺激に対する感覚受容器の情報処理を出発点とする神経生理的な情報処理過程、五感って皆さん分かりますよね。五感以外もある、平衡感覚、運動感覚、内臓感覚、ね、で感覚能力、これ限界があります。刺激の強弱については、刺激域から刺激長の範囲のみで感覚、これ後で整理できますから見ておきます。これも出てますよ、これ安順王と明順王が出てますね。これね、安順王、暗いところ、急に暗いところに行った場合に目が慣れるっていうのの反応で、明順王は眩しいっていうところに急に出てきた時に目が慣れるっていうのをね、安順王、明順王って言います。そして知覚です。外界のあらゆる情報を処理してるわけじゃなくって、情報を選択してるんですね、このような機能を選択的注意というふうに言います。これね、よく言われるのが、雑踏とか人混みの中で自分呼ぶ声だけ聞こえるっていうのをカクテルパーティー効果って言いますね。そして、外界の、物事や事物を秩序づけて意味づけてまとまりを持たせる働き、これ体制化と言います。体制化によって認知を容易にしているということですね。で適刺激っていうのがあって、適切な刺激のことを言うんですけれども、例えば光だったら目で感じる、で音だったら耳で感じる、
それぞれの感覚器官に合った刺激っていうのを適刺激と言います。だからそうね、なんか押されたので光を感じたりとか、熱を感じたから色を感じたりとかっていうのは適刺激ではないっていうことですね。そしてルビンの杯のような図地判定図形、図と地の判定図形、これも実は体制化の働きだと言っていますね。で、ただ知覚するのと物理的な現状っていうのは一致してないことがあって、この作詞図形って結構いろんな騙し絵みたいなのがあったりして、まあ、皆さんもねそういうのを楽しむことがあるかもしれません。まあ、ルビンのなんか壺とか杯とか言いますけれども、見方によって横顔の人が向かい合ってるように見えたり壺に見えたりとかっていうので見るところによって変わってくるっていうのありますよね。あとはまあそうね、娘と老婆の騙し絵とかね、そんなのもあるかなと思います。はい、じゃあここねまとめておきましょうね。はい、ここにも作詞のところ出てますから、自然界に存在する現象としてはこれ月の錯視が有名です。月が天頂に近いところでは小さく、地平線に近いところで大きく見えるという部分ですね。この月の錯視なんかもよく出てくる部分ではないかなと思います。はい、じゃあちょっとこちらの方に111ページの方に移りますね。この認知ですね。認知は感覚、知覚、判断などを通して情報を獲得し組織立て、利用する働き、知るという情報活動の総称、これメタ認知っていう言葉が出てますね。メタって、このメタって工事のっていう意味合いがありますね。これはメタ認知って言われると、自分が認知していることを客観的に把握して制御する、つまり自分が認知していることを認知するっていう意味合いになります。例えばそうですね、自分の長所や短所が分かるとか、自己分析ができるとか、コントロールして冷静な判断ができるとか、そういうところに関係していくでしょうね。はい、でこれでちょっとここが今までの文まとめてあるので、まあ、ここですねと見ていきたいと思います。はい、まず感覚の部分では、感覚は外界から刺激を感じる。五感はこの五感。有機感覚に他にもいろいろありますねっていうことですね。まあ、お腹空いた、お腹がいっぱいだとか、喉が渇いた、トイレに行きたいとか、まあ、そういうところが有機感覚っていう形になります。で、ここですね。刺激域。感覚ができる最小の刺激強度ですね。域値っていう言葉ですね。これ境目になる値のことです。でこれね、最小って言っても人がね 50% の確率で知覚できる値なんでかというと、人によって敏感だったりですね、鈍感だったりすることがあるからですね。で刺激超、そうですね、感覚ができる最大の刺激強度だからね、これ以上になっちゃうと正常な感覚ではない、と例えばこう聴力なんかもそうですけど、ある程度のもう大きさ以上ってもう音として認知できなくって、もうなんていうんですか、痛いっていう感じになる、それですね、それの限度みたいな感じです。で弁別域っていうのは2つの刺激を区別する際の大きさの差の最低値、どっちが音が大きいかとか、そういう時の音量の差ですかね。ちょうど価値差っていう言葉ですね、出てきます。はい、これね、カクテルパーティー効果は先ほど言いました。はい、で体制化です。体制化は群化あるいはまとまりの法則というふうに言われます。まあ、いろんな外界に存在する出来事とか物事っていうのを体制化の働きによって秩序づけたり意味づけたり、まとまりのある知覚的世界を作り上げるパターン認知、この働きによって認知が要因になる。そして図と地の分化ですね。
まあ、図は形として知覚できるっていう部分ですよね。で、まあ、先ほどもルビンの杯のことが出てきましたけれども、音楽でもですね、知は伴奏部分で図は主旋律と考えることができるという部分ですね。はい、知覚の恒常性というのが出てきてますよ。同じ対象でも方向や距離や照明などによって網膜に映る像は変化するんだけれども、一定のものとして知覚される、ね、大きさの恒常性、対象や距離を変えても大きさが同じに見えるです、ね、これ見方を変えてもっていうことになります。ちょっと後で例出しましょうね。錯視は目の錯覚ということですね。生理的錯覚に属して視覚における視覚のズレが顕著な現象、月の錯視というのが有名です。加減運動ね、位置の少しずれた静止画像を連続して提示すると画像が動いて見えるようにする現象、これ映画とかパラパラ漫画とかっていうのがそうなんですね。静止画と静止画の間を脳が勝手に保管しているんですね。これ知覚的保管、知覚的保管って言うんですけど、電光掲示板とかCD の再生音とかも実はこの加減運動を利用していると言われています。社会的知覚ですね。はい、ニューリュック心理学っていうふうなのが出てますね。子どもを対象とした実験だと、効果と円盤では効果の方が大きく見える、効果だと価値が高いほど家庭が貧しいほど大きく知覚される、気持ちの問題、ブルーナーね。で、メタ認知、メタ認知は先ほどお伝えしたんですね。自らの認知の働きそのものを自覚することっていうところでした。はい、じゃあね、さっきの知覚の体制化のところで少し例出しておきましたので、イメージしてみてくださいね。はい、知覚の体制化の類道っていうところです。これ見ると同じ色同士ってまとまって見えるんじゃないかな、ね、まとまって見えるよね。から、知覚の体制化の近接っていう、近いものがまとまって見えるよね、この部分、この部分、この部分ね。で、併合っていうと、これ閉じてるとまとまって見えるよね、ここカッコで閉じてるからここだけちょっとまとまって見えるよねっていう感覚です。で、先ほど出てきました形の恒常性、知覚の恒常性の中で形の恒常性ね。で、これは表面上は違う形ですけれども、これ見る角度を変えただけでこれは同じ図形だよねというふうに認識できるというのがそうです。あるいは色の恒常性では、暗い場所と明るい場所では違う色に見えても同じ色だって認識ができる。から大きさの恒常性、遠くにあるものは小さく見えるけれども実際の大きさはもっと大きいというふうに認識ができる、まあ、こういうふうにですね、目の前で皆さんが経験してらっしゃることっていうのですね、体制化とか恒常性っていうところで説明ができるということになります。はい、ではここで確認テストをやってみたいと思います。はい、まず皆さんやってみてください。時間が少ない方は画面止めちゃっていいですからね。はい、ではいきますよ。答え合わせします。いいですか。内発的動機づけとは外部からの報酬や罰による動機づけのことである。ですか。外部からの報酬や罰って言ってますから、これ罰ですね。外発的動機づけのことでした。はい、じゃあ2番、マズローの欲求階層説において
最下位の欲求は生理的欲求であり、最上位の欲求は所属と愛情の欲求である。でしたっけね。ちょっとさっきのやつ、うん。欲求ピラミッドの一番上は何でしたか、うん、自己実現の欲求でしたね。成長欲求ですよね。ちょっとこれ間違いです。から、雑音や人混みの中で、自分の呼ぶ声だけが聞こえるのはカクテルパーティー効果って言いましたね。これは丸です。月が天頂に近いところでは小さく、地平線に近いところでは大きく見える。これ、錯視でしたね。これ、月の錯視っていうところで丸でしたね。はい。10メートル先にいる人がだんだん近づいてきても、地殻上の大きさは変化しない。これは大きさの恒常性と呼ばれる現象である。先ほどの例のところに出てきた部分でしたね。なので、これは丸になります。皆さん、どうだったでしょうか。じゃあ、ここでですね。はい、じゃあ、ここでこのパートは終わりにしたいと思います。少し休憩しましょう。第36回2024年社会福祉士国家試験合格講座共通科目1社会理論と社会システム。皆さんこんにちは。担当講師を務めます実方哲平です。簡単に自己紹介をいたします。私は社会福祉士を獲得し、社会福祉士を社会福祉法人の管理部門責任者として、活用して勤務をしておりました。現在では、福祉系の専門学校で講師を行っております。私の経験やノウハウを皆様に分かりやすくお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはじめに、本講座で使用するテキストを確認したいと思います。テキストを画面に映しましたのでご覧ください。第36回2024年社会福祉士国家試験合格講座共通科目1人体心理社会理論、こちらが本講座で使用するテキストになりますので、お間違いのないようご用意をお願いいたします。ポイントなのは、2024年第36回だということと共通科目の1ということですね。はい、専門科目と共通科目があります。本講座では共通科目の1ですよということですね。あと目安としては色ですね。はい、濃い青色、紺色っぽい色が、このテキストの特色となっておりますので、お間違えないようにお手元にご用意いただければと思います。それでは早速講座を始めてまいります。まずはじめに出題傾向と学習のポイントについて確認をしていきたいと思います。テキスト179ページをご覧ください。はい、画面切り替えました。テキスト179ページですね。まずは、この社会理論と社会システムの科目の出題の傾向を把握して、学習のためにはどこを重視していけばいいかというところをですね、まず、見通しを持っていきましょう。でですね、この科目も、まずすべきことは出題傾向。で、出題傾向も、いつまでも過去にですね、遡る、のも大変です。やはり直近の4回ですね、確認したいと思います。で、本テキストはですね、素晴らしいことに直近過去4回の出題傾向の分析も、このページにしっかりと書かれているわけですね。他の科目も同様です。で、179ページの表、今上半分だけ見切れて出ておりますけども、出題傾向をですね、ご確認ください。この社会理論と社会システムの出題傾向、明らかになるかと思います。ちょっと表をスライドしていきますね。はい、下の方まで移動させました。お分かりいただけたでしょうか。この社会理論と社会システム、他の科目と比べてですね、出題が、比較的散らばってるんですね。科目によってはもう特定の項目に二重丸がガンガンついていて、他の項目あまり問われないとかあるんですけども、この社会理論と社会システムについては、
直近の4回の試験で4回連続出題された、ところ、がごく限られている。さらに言うと二重丸ですね。同一回試験で複数問出題されているものが直近4回でないということがはっきりしているわけですね。で、出題傾向の表の中でですね、唯一、直近4回出題されているのはこちらです。ちょっと色ペンで囲っておきますね。はい、社会問題の捉え方です。すなわちここは品質ですよというのが明らかになるわけですね。で、表を見ていくと、4回連続ではないけれども3回ですね、頻度高く出ているところが2項目ございます。真上の社会的ジレンマですね。あとちょっと画面上に戻しますけれども、はい、家族とあります。はい、また画面下に戻しますね。はい、このようにですね、分析していくと、出題傾向がはっきりとしてくるわけですね。まあ、広く、浅くという傾向がありつつも、頻度の高いのは社会問題の捉え方、次いで家族社会的ジレンマだ、重点的に勉強すべきはここだということですね。そして合格のための学習法です。この科目はまず7問出るよというところをですね、こちらを押さえていただきたいです。で、テキストで、推奨している、目標点数は3問です。はい、これ科目によって、得点のですね、目標の設定が異なるのでご注意ください。この科目は3問なんですね。はい。で、皆様にお願いしたいのは、はい、皆様の、得意不得意もあるかと思いますけれども、まずですね、限られた時間で効率的に合格されるためにはメリハリが必要です。で、この科目はですね、一般的に考えたときに難しい科目です。はい。あまり触れてきたことのない話、抽象的な話がよく出てくる科目です。はい。なので、相談援助などと比べるとですね、とっつきにくい、実務とあまり関連していないという特徴があります。なので、この科目についてテキストで推奨するのは、欲張らずに3問というところですね。同じ労力をかけるならば、他の取りやすい科目にかけましょう。ただ、0点では困るし、このぐらいは、出題頻度からすると取りやすいので3問という設定ですね。合理的に考えております。はい。で、なぜこの科目が得点しにくいのかというところでですね、解説しておきますと、ちょっと下の、ところに書いておきますけども、社会理論と社会システム、現在の、カリキュラムになる前、のですね、この科目は違う名称でした。こちら見ていただくとズバリわかります。この科目が難しい理由はズバリここです。社会理論と社会システム、具体的には学んでることは社会学なんですね。はい。社会学部を出た方は、学ばれているのでやりやすいかと思いますけども、社会学はですね、学んでる方はそんなにいらっしゃらないかと思います。なので、なかなかですね、頭に入ってこない取り扱う内容もですね、この後お話してきますけれども、なかなかハードな内容が続いていく科目になります。はい。なので、自分がどの程度取れるのか、そういったところを見ながらも基本的にはメリハリつけて、とにかく3問というイメージで、捉えていただくと良いかと思います。それではテキスト第1章から見てまいりましょう。第1章、現代社会の理解になります。第1章の第1節、社会システムその1、見てまいります。テキストは180ページをご覧ください。はい。では、180ページに移りました。第1章をですね、第1節見てまいりたいと思います。まず、第1章全体の重要度ですね。A ですね。重要度の中でも、かなり上の方だということですね。あと、このテキストならではのですね、特徴ですね。過去の出題例がこれだけあるよっていうので、直近4回の中からここで出たよっていうのがですね、具体的に書かれております。過去問題集をお持ちの方はですね、ぜひ、
こちらの問題、該当箇所をですね、過去問と合わせてお読みいただけると良いかと思います。で、第一節のですね、社会システムというところなんですけれども、まず社会学の基本的な知識、基本用語についての解説がされております。で、これがですね、初めからですね、ハードな内容が続いているわけですね。はい、まずシステムとしての社会という書き方がされてるんですけども、社会学のですね基本的な考え方重要な要素としてシステム論っていうのがあるんですね。はい、まあ、こちらに社会をシステムとして捉えていますということなんですけれども、まあ、一般的な意味ですとシステムって何ですかって言ったら、まあ、体系であるとかまとまりであるとか、あとそこからですね制度や組織なんていう、言い方をしております。はい。で、ここで言いたい、社会学の中のシステム論って何なのかっていうと、はい。この一つの体系なり組織なりまとまりというのは、いろいろな要素が集まってできているものであって、その要素間では相互に関係性があるよね、ということなんですね。で、さらに、そのシステムを、ですね、様々な要素を、関係性があるだけじゃなくて、システムの外と中の関係性。まあ、ここでは境界って書いてありますけども、こういった、ところに注目をしているよ、ということなんですね。で、この考え方の何が重要なのかっていうと、はい、こちらですね。様々な要素の相互関連として説明していこうと。で、それによって世の中のですね、複雑な状態を説明していこうということですね。まあ、これ社会学に限った話じゃないんですけれども、はい。まあ、現代的なですね、考え方の一つとして、相互の関係性っていうのがあるわけですよね。物事は単純に決まるものじゃない。様々な、要素、もっと言うと、例えば人間同士の関係であるとか、人間と環境との関係とかですね。はい。そういった、要素の関係性の中で、決まっていくんだよ。まあそういう考え方だと思ってください。はい。下の方進んでですね、創発特性という、これ、お気になった方はあまりいらっしゃらないかと思うんですけれども、これも社会学の重要なものの考え方ですね。はい。で、テキストの解説ですと、複数の要素が一定量を超えて集まり蓄積されている、いくことによって、元の要素にはない新しい性質が生成していくこと、と言っているわけですね。これが、非常にわかりにくいんですけれども、まあ、例として家族が挙げられております。はい。で、家族でなんで創発特性が現れるのかというと、はい、一人一人のメンバーがですね、家族を構成して生活を繰り返していく中で、その家族全体の雰囲気として、それぞれの個人だけでは、原因を言い表せないような、その家族ならではの雰囲気というのが作られていくよね、と。まあ、これ、解釈を変えていくとですね、例えばそれ学校のクラスとかですね、職場などでも、生じるわけですよね。はい。要は、人一人では、できないような、状況というのが、集団によって現れてくるような感じです。で、一番わかりやすい例で言うとですね、ちょっと、書きますけれども、いわゆる群衆行動といったもの、これが、創発特性の、一番わかりやすい例かなと思います。はい。要はですね、一人一人の人間であれば、例えば穏やかで冷静に物事を考えるられるんですけれども、例えばそれがですね、1000人、1万人と集まって、例えばスポーツの試合でですね、応援団、観客がですね、熱狂したあまりに、例えばですね、破壊行為であるとかですね、敵対するチームの、応援団に危害を加えちゃうようなこととか、あとは政治的な活動の中でデモからですね暴力事件が起きたりするというようなこともありますよね。ああいう普段だったらやらないようなことが集団の中で起きてしまうような、まあそういったことが例として上がるものですね。はい。まあこういった考え方があるということです。
テキスト181ページです。続けて社会学の重要なですね、要素として社会階級と、社会階層というものをご紹介いたします。はい。で、言葉としては似てるんですけど、意味合いがですね、結構変わってくるものですね。はい。で、社会階層、次の、アメリカ社会学のところで出てくるんですけども、はい、まあ、社会階層って何ですかっていうと、まあ、社会、世の中ですよね。これを、作っていく構造的な、まあ、層だよって言ってるんですけども、これははっきりした区分というのが、まあ、なかったりします。で、どういうふうにじゃあこの階層を分類するのっていうと、例えばですね、職業的なもので分類するだとか、収入的なもので分類するだとか、あとは学歴的なもので分類するとかですね。まあこうやった、分類で見ていくっていうのが社会階層だと思ってください。で、このページはですね、あと、社会階級というところのお話も出てまいります。はい。この、社会階級というのは下で出てくるマルクス主義のところでですね、お話をしていきます。はい。社会学もしくは経済学でですね、必ず出てくるビッグネームとしては、マルクスという人がいるわけですけれども、まあ、共産主義という考え方をですね、作り出した人として非常に有名な、方なんですけれども、はい。マルクス主義の階級論で言うと、この社会階級って具体的に何なのかっていうとですね、はい、ちょっと書き込んでおりますけども、はい、いわゆる資本家階級、テキストですとブルジョワジーって書いてありますよね。で、あと、労働者階級はプロレタリアート。で、その他にも中間階級っていうのも設定される場合があるんですけれども、これは、何によって、決めてるのかっていうと、はい、生産手段の有無だとか労働力の売買の区別ですね。まあ、ここで書いてある通りです。で、こうやって世の中が3つの階級に分かれちゃってるんだよ、と。で、こういった、社会階級が生じて、で、差別だとかですね、支配が起きてしまっている、そこを解消するために、いわゆる階級闘争というのが起きるんだよ、ということを言ってるのが、マルクスの考え方ですね。はい。お時間の関係でですね、ちょっと、解説は、大幅に、割愛いたしますけれども、マルクスの主張で一番有名なのは共産主義ですね。先ほど言いましたけれども、はい。資本主義っていうのはやがて社会主義、最終的には共産主義へと社会は発展していくんだよというのがマルクスの、論ということですね。はい。社会学、経済学などでは非常に重要なポジションですけれども、まあ、直近の試験ではですね、あまり触れられてないというので、このあたりにしておきます。はい、182ページですね。まあ、階級についてはマルクスのお話を中心にしました。で、階層理論のお話はアメリカの社会学で、出てくる話だよっていうのでテキストで紹介されております。で、まあ、階層の例は先ほどですね、181ページで書き込んだところなんですけれども、はい、アメリカの、階層理論でははい。どのような社会でも、まあ、分業に基づく役割分化が見られ、それに応じて社会的地位の分化が見られるという考え方。まあ、読んだ、パッと読んだ感じ、妥当な内容を言ってるかなと思いますけれども。で、用語としてはその社会的地位が同一のものの集合が先ほどから出てる階層だよ、と。で、これらの階層が重なり合って、まあ、ミルクレープ的といいますかですね、重層的な状態をなすことで、それを清層というよ、と。はい。で、こうやってですね、階層が折り重なって清層をなすということ、すなわち、はい、まあ、不平等な状態、優劣、上下がついちゃってる状態だよね、ということは言ってるんですけども、
はい。ただこの不平等ってマルクスみたいに、生産手段持ってるんですかとか、労働力を売る必要があるんですかとか、そういう限定的なものじゃないよねということを言ってるわけですね。はい。まあこれが、階層理論だというものです。はい。182ページ、次で社会移動について触れてまいります。今までのお話は、まあ、社会学の基本的な内容であって、かつですね、試験に直接出てきたかっていうと、まあ、テキストの解説見ていただいた通りですね、あまり出てこないところでした。この社会移動は、試験に出てきましたので、しっかりと見ていただきたいと思います。はい。じゃあ社会移動って何なのかっていうと、まあ、さっきですね、社会階層の話をしたかと思いますけども、自分の属する階層から他の階層に移動して社会的地位を移動させること、これが社会移動の定義ですね。で、この社会移動には大きく分けて水平移動と垂直移動があるんだよ、ということを言っております。これが試験で問われた知識ですね。テキストを移していきます。はい。で、この3つの社会移動をですね、紹介しておりますけども、いずれも覚えてほしいです。一つ目が垂直移動、二つ目が、構造移動もしくは強制移動。で、新たにですね、ここで示されているのが純粋移動です。はい。この三つの、社会移動は覚えましょう。なぜかというと、34回で、問題に出てきてるからですね。はい。直前の35回ではないですけれども、34回、比較的近い回でですね、出題実績があるというところでは、やはりですね、押さえておきたいところです。はい。で、垂直移動はですね、社会的に上下関係にある階層へと移動すること。で、さらにですね、試験に出てきたところでは、社会移動の中でもちょっと細かい話ですけど、その人自身の一生の中で、移動するケースと、家族の成員の間に、生じる世代間移動。はい。こういったものも含まれてるんだよ、ということですね。はい。で、構造移動です。農家の方々がですね、もう農業を畳んでしまう、そして、工場労働者で働く、まあそういった時代があったわけですよね。やりたかったんだけれども、まあ世の中の問題でできなくなっちゃった。で、別の産業に働かざるを得なかった。で、そうすると階層が移動することになるわけですよね。そういったものの例です。で、今の世の中で言うならば、例えばですね、まあ、最近収録時点から見てですね、コロナ禍の対応が緩和されておりますけども、飲食業に従事していた人がコロナ禍の問題でですね、もう仕事ができなくなってしまって、まあ、閉業もしくはリストラなどに遭ってしまった。これは個人の問題ではないですね。強制的にもう働けなくなっちゃったわけですから、そうすると階層は移動することになりますよね。まあ、このあたりがいわゆる強制移動の話です。で、最後、純粋移動。はい。こういったものも社会移動の中にありますよということで、はい。自分自身の努力で社会的地位を移動させたり変化すること。例としたアメリカンドリームですね。例えば一労働者から身を起こしてですね、例えば油田を引き当てて財閥を形成したとかなったら、まあこういう例ですよね。はい。まあこんな感じでですね、社会移動。水平移動や垂直移動、世代内移動、世代間移動、構造移動、もしくは強制移動と純粋移動ですね。重要な用語が続きますので、182ページは重点的に押さえていただけたらと思います。はい、画面変わりまして183ページです。社会階層と社会移動の研究ですね。で、こちらもやはり34回で出題されておりますので、まずはこの、枠内の用語を2つ押さえておきましょう。出てくる用語は属性主義社会と業績主義社会です。はい。で、属性主義社会というのは、上に書いてありますけど、生まれながらにしてその人の職業や階層を決定してしまう社会のことですね。で、
まあ、要は先天的にですね、まあ、階層が決まってしまうような社会というイメージです。で、業績主義社会って何なのって言ったら、本人の能力や努力の結果を評価し、職業選択に結びつけることを前提としている社会。はい。まあ、要は後天的な要素で、まあ、階層が決まっていくような社会という、イメージですね。で、現代社会が、属性主義社会なのか、業績主義社会なのかを、捉えようとする研究が行われているよっていうことなんですね。で、そこで出てくるのが5番目、SSM 調査ですね。はい。ソーシャルストラク、ソーシャルストラティフィケーション&モバイリティですね。はい。で、これは何なのかっていうと、日本で行われている、はい。社会階層と社会移動全国調査のことです。1955年以来10年ごとに実施されている社会調査の一つだよと。で、10年ごとに調査していくうちに、まあ世の中のいろいろな変化とかですね、現れてきているわけです。例えば、一発目の1955年ですと、身分階層制が明らかになったよと。はい。要は当時の日本はですね、属性主義社会の要素がとても強かったというようなことがわかる。で、1965年になると、はい。中産階級の成熟の、可能性が示されたということで、まあ、様々ある階級の中でも中産階級が、成熟してきてるよなんてのが分かってきてるわけですね。まあ、こんな感じで、10回に、10年ごとにですね、調査をしているよということですね。では画面変わりまして、スライドの方をご覧ください。丸×式の確認テストになります。5問ですね、画面に出しておりますので、一度画面を止めていただいて、丸1から丸5の問題、それぞれについて、丸×をお考えください。私の方でどうぞと言いましたら動画を止めて解いてみてください。その際必ずテキストを参照していただきたいと思います。それでは、取り組みをお願いいたします。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。ここからは皆様が、取り組んでいただいたという前提でお話をしてまいります。では1問ずつ確認をしていきましょう。丸1ですね、社会システムでは社会は単なる要素の寄せ集めではなく社会システム全体の性質が問われている。はい、これは丸ですよね。180ページで、解説した通りです。はい、相互関係であるとか、システムの内外の境界に着目していこうというところなので、相互につながりがあるんだよというところですね。見ていただければわかるかと思います。2問目、総発特性とは複数の要素が混じり合い、一定量を超えて蓄積されていくことで元の要素にはない新たな性質が生成してくることである。これも丸ですよね。180ページに、書かれておりました。例として家族や群衆行動などを解説いたしました。で、三つ目ですね。純粋移動とは産業構造変化や人口動態の影響から自分の意思とは関係なく強制的に社会的地位が変動し移動することである。これは×ですよね。はい。解説で書かれていることは、構成移動、強制移動のことになっちゃってますよね。はい。純粋移動というのは、自分自身の努力で社会的地位の移動や変化をすることでした。はい。で、丸4です。社会移動とは社会内の構成員が自分の属する階層から他の階層に移動して社会的地位を変動させることという。はい。これは182ページに書かれている通りでしたよね。社会移動の基本的な定義の、お話でした。そして最後の5問目ですね。構造移動は産業構造の変化等の社会変動に関係なく自分自身の努力で社会的地位の移動や変化をすることである。はい。これも×ですよね。丸3と対になってるところです。はい。丸5で書かれている内容は純粋移動の、記述ですよね。ですので、この丸5は×になります。はい。改めて、言いますと、丸×ですね。特に、社会移動に関してですね、丸3から丸5出ておりますので、もし間違えた方はですね、テキストの記述、再度確認していただければと思います。これでこのパートを終わります。